皆さんこんにちは。こんにちは。ハッピーサイエンススピリチュアル人生相談です。私は高宮吹です。私は小林ひろみです。よろしくお願いします。お願いします。本日は、人生相談というよりも学生の信者さんからご質問をいただきましたので、学生部職員の小林ひろみさんにお越しいただきました。それでは早速読み上げたいと思います。はじめまして。いつも YouTube のお悩み相談室で心を癒しています。一斉信者の学生です。親と意見が合わず大喧嘩したり、将来への不安などいろんな不運が重なり、自殺を考えていた時に幸福の科学に出会い、大川隆法総裁の教えに救われたのをきっかけにネット入会しました。幸福の科学では信仰心や教えを深めるために支部へ行き、同じ信者の方とお話しすることが勧められていますが、正直自分自身若い上に支部へ行く勇気がなかなか出ません。支部では具体的にどのようなことをするのでしょうか。また幸福の科学には年代別の集まりなどはあるのでしょうか、という10代の男性の方からのご質問でした。1点補足いたしますと、ネット入会というのはインターネットで幸福の科学への入会が申し込みできる制度のことです。はい、聞いてどうでしたか？そうですね、自殺を考えるところまで追い詰められていた中 で、ね、幸福の科学の教えに出会って救われたというすごい経験をされているということで、本当に思いとどまっていただいて良かったなと思いました。そうですね、はい、幸福の科学の教えにはいろんな教えがありますの で、うん、そうです。この方にも心に刺さる教えがあって良かったなと思いました、うん、ね、はい。ただ幸福の科学の教えに賛同して入会している方の中でも、はい、まだ幸福の科学の活動にまで、うん、こう入る参加する勇気がきっかけがないという方はまだまだたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。そうですね、はい、幸福の科学には、主に支部や庄社と呼ばれる宗教施設がありまして、他にも拠点や布教所などがあります。そうした施設は地域の光の灯台、心の広場としての役割を担う幸福の科学の活動の拠点です。地域に根ざした活動は幸福の科学の活動の中心です。支部活動の詳細は公式ホームページにも掲載されていますし、この動画の概要欄にリンクを載せておきますのでご覧いただければと思います。本題に入りたいんですけれども、はい、年代別の活動についてなんですが、学生さんだけの集まりっていうのは、あるんでしょうか？はい、あります、はい、幸福の科学では信者の仲間のことを法の友と書いて法友と呼んでおります。大学生になると学生部というところで地域別に同世代の法友が集まり、大川隆法総裁の説かれる仏法真理の勉強を一緒にしたりですとか、さまざまな活動を行っております、はいはい、コロナになる前の学生部の活動といたしましては、全国規模での法友が集う全国学生部合宿というものの開催もございました。地域単位では大川隆法総裁のご法話を聞く集まりですとか、ご飯会を開催しておりました。楽しそうですね。そうですね、はい、すごい絆が深まる機会でした。また駅前で幸福の科学の映画のチラシを配る活動や、学生が主体となってするセミナー、恋愛についてですとか志についてのセミナーもございました。なんていうか、集まるという幸福の科学の教えを学ぶっていうことだけではなくって、企画力ですとか、リーダーシップ能力っていうのもなんか磨かれそうな感じですよね。そうですね、学生部を卒業していく方々は本当に人間学をしっかり学ばれて、企画力やアイデアもすごく富んだ方が多いという印象です。はい、またコロナになってからはですね、集まることが少し難しくなってきたので、オンラインで集まる機会も増えてきております。今回質問してくださった方は一斉の学生さんとおっしゃっておりましたが、今活動している学生の方の中には、学生時代に幸福の科学の支部に来て入信して、そこから本当に心の修行
を幸福の科学の教えをもとにする中で熱心な信者になっていき、活動の中心になっている方もいらっしゃいます。一世の方がすごく増えているような印象を最近は感じております。そうなんですね、はい、学生部の活動では豊裕な絆を作り深めていく幸せですとか、他人と自分がつながって一緒に活動する幸福感に加えて、自分の悩みや志の発見、人生の目的の発見、将来の夢について深めることができること、また世の中の役に立っていくことも大川隆法総裁の教えを学ぶことでできることが魅力かなと思っております。私自身、はい、高校生の時に入信したんですけれども、はい、初めて参加したのが確か高校3年生の春合宿だったんですよ。地域の学生たちが集まって、うん、お祈りから始まるんですけれども、同級生の女の子が本当にこう信仰心を持っているということを誇りに思っているような大きな声でお祈りをしている姿を見てですね、うん、すごく刺激を受けたのを思い出しました。そうなんですね、はい、確かにお祈りをしている姿ですごく、うん、感化というかされたんですね。そうなんです。今のは大学生さんの中心の、はい、ご紹介でしたが、中学生や高校生はどんな感じなんでしょうか。はい、はい、中高小中高の学生の方々は支部での仏法心理塾サクセスナンバーワンというものをしておりまして、サクセスナンバーワンは理想の宗教的人格と最高の知性を兼ね備えた子どもたちを育てるための宗教教育機関です。小学校、中学校、高校生の学年ごとに分かれていまして、信仰教育、学業修行、友達との交流を行っております。実は私自身も豊裕との最初の出会いはサクセスナンバーワンに通っていた小学校の時だったんですけれども、受験勉強をしている中で、中学受験、そうです、中学受験の勉強している中で、やはりこう受験って競争の社会だったので、その中で豊裕と切磋琢磨して学べる機会っていうものがすごく、その豊裕の存在に日々助けられていたなと感じます。そうなんですね、はい、また大川隆法総裁もこのようにおっしゃっております。成功するためにはそういう明確で具体的な大きな目標を持つことの他にも必要なことがある。それは何かというと、成功が大きくなればなるほどどうしても多くの人の協力が必要になるということだ。大きな成功に育てていくためには、その大きな目標を実現していく中で多くの人たちの力を集めなければいけないんだ。だから同じ目標を持って力を合わせてやっていく人たちをやがて作っていこうという気持ちを持っていた方がいいだろう。その練習の一つがサクセスナンバーワンや幸福の科学の学生部などでの豊裕づくり、光の仲間づくりだろうと思うんだ。この世をユートピアにするために頑張ろうと思っている光の仲間を作る練習をすることが大事だね、とおっしゃっています。そうなんですね、はい、やっぱり大川隆法総裁はその人の状況とか個性に合わせた多様な活動や活躍を求められていると思うんですけれども、豊裕を作るっていうことも、はい、とても大事な信仰行為の一つなんだなっていうことがよくわかりました。そうですね、はい、本当に豊裕を作ることの大事さは学生部やサクセスで学べるかなと思います。はい、すごく思うんですけれども、やっぱりこう志、やっぱ信仰に基づいて志を立てて、その志が揺らがないように、もしくは揺らいだ時に助けを求めるのは豊裕だと思うんですけれども、はい、やっぱそういったこう豊裕の絆っていうのを持ち続けながら、やっぱりこう自分を作っていくっていうところがすごく大事になってくるのかなと感じました。そうですね。やはり学生時代は人物を練る時間でもあるということで、現在アメリカのドル札、うん、紙幣の、はい、肖像にも書かれているベンジャミン・フランクリンの空の袋は立たずという言葉を大川隆法総裁も学生に向けてお話しくださったことがあります。空の袋は立たないので、人間としての内容、中身を詰めることが大事。中身が詰まるまでは
袋は立たないぞと思って、まずは中身をしっかりと作っていくこと。その中身とは、人を導くためには知識、教養やある程度の学歴も役には立つかもしれないけれども、やはり協調性であるとか人に慕われる徳などが必要であるとも教えていただいております。そうなんですね、はい、質問してくださっている方も10代ということで、本当にこれからの世の中に役に立っていくために人物を練るというところもすごく大事なのかなと思いました。はい、はい、幸福の科学では様々な年代に向けた活動を行っておりますし、10月8日からはアニメーション映画宇宙の方エロヒム編も全国の映画館で上映されていきますから、これから幸福の科学の思想に共感したり興味を持ってくださる若者もどんどん増えてくるのかなと思いました、うん、はい、はい、アニメーション映画楽しみですよね。いや、そうなんですよ。たくさんの若者がやっぱりアニメは大好きなので、はい、はい、すごく楽しみだなと思っています。はい、ちょっと余談なんですけど、はい、宇宙の方のエロヒム編の前作である、黎明編というものがあったと思うんですけれども、はい、あちらは今Amazon プライムビデオで公開中ですので、はい、登録している方はご覧いただけると思います。ぜひ見てみてください、はい、ぜひ見てみてください、はい、幸福の科学に入会することで同じ志を持ち高め合える、また支え合える仲間ができます。ぜひ興味を持たれた方は最寄りの渋谷商社にお越しいただきたいと思います。お待ちしております。お待ちしております。それでは本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。幸福の科学では支部または商社での入会のほか、インターネットからも入会の申し込みができます。詳しくは幸福の科学のホームページをご覧ください。お待ちしております。